メボソムシクイカは、鳥類スズメメのトガである。ユーラシアに大半が生息し、北、アフリカ、メラネシアにも少数が生息する。昆虫食の小さな鳥である。系統樹の果敢は、アルストラームへ通る、ヨハンソンへ通る、より、家内は主に、ヨハンソンへ通る、補助的に、オルソンへ通る、オルソンへ通る、プライスより。クレイド I は、ヨハンソンへ通る、による、クレイド1に、AC は、 オルソンイトールによる数字はプライスによる仮の系統名である。メボソムシクイカ内ではおよそ750万人以上の古さの系統を独立して記す種は著名なものか文中に現れるもののみ記すメボソムシクイカはアルストラームエトールにより新たに認識され命名されたトガであり、ウグイスカ、エナガカと禁煙である。メボソムシクイカは強く支持される二つの単系統に 分かれ、これらが分岐したのは1200万年前である。一方、分類上は、メボソムシクイカは、メボソムシクイ族フィラスカパスとモリムシクイ族サイザーカスの二族に分類されている。しかしこれらの二族はいずれも単系統ではない。モリムシクイ族は、クレイド一内の複数箇所に分散した多系統で、側系統のメボソムシクイ族に内包される。メボソムシクイ族の一部が、 クリプテ型族やアッコアンソヌスト族とされたこともあったが、これらも多系統である。モリムシクイ族は多系統だが、数種を除いた大多数の種は単系統をなす。別系統の種のうちハエガシラモリムシクイは、モリムシクイ族から除外され、さらにクリガシラモリムシクイいャガシラモリムシクイを除外する、説もある。メボソムシクイ族は、ガワ系統なので、内包する。 モリムシクイ属を含めるか、複数属に分割する必要がある。分割する場合、模式種の北やなぎシクイピートロキーラスは、クレイド2にあるため、少なくとも、クレイド1内の種は、フィラスカパスから分離されることになる。クレイド A が、クリプテ型属、クレイド B が、アッコアンソヌスト属となりうることが示されている。ただし、クレイド B の単系統制は、不確実である。 クレイド A とクレイド B が分岐したのは750万年前であり、仮にこの基準で、メボソムシクイ族全体を分割すると10族前後となる。ハヤシムシクイ類は、ヨハンソン・イエトール、プライスでは扱っていないが、オルソン・イエトールでは、競技のモリムシクイ族の姉妹群とする、弱い結果が出ている。メボソムシクイかは、伝統的にムシクイ類に含められ、 他の虫食い類と共にヒタキカウグイスアカ、ウグイスカ、ウグイスカヨシキリアカなどに分類されてきた。ディッキンソンは、メボソムシクイアカ、フィリスコピニーを置き、現在のメボソムシクイカに加え、ズアカムシクイティコリアマミジロムシクイ属アブロスコーパス、チビオムシクイ属シルビタなどを含めた。国際鳥類学会により、和名は、厚生労働省などより、リニアシーケンスは、 部分的に IOC によっているが、大きな区分は、プライスの124の順に配した。サンプリングされていない種は、IOC のリニアシーケンスなどを参考に禁煙な種の近くに配した。二足75種。ありがとうございます。